桜餅よりうぐいす餅が好きだということは少しも悪いことではない。なぜなら桜餅を売っているお店にはうぐいす餅も売っているからだ。中華まんじゅうが売れすぎるラーメン屋さんがそれほど不幸でないのと同じようなことだと思う。本当にいけないのは山より海が好きだとかテレビより映画が好きだとか都会より田舎が好きだとか田舎より都会が好きだとかいうそういう言い方だと思う。だから今少し黙っていてくださいというのはつまらないお願いではない。本当につまらないお願いとは外出先から電話で自分の机の2番目の引き出しを開けてもらっているようなお願いだ。ドアが私が外に出た後にしか閉まらないのもドアの責任ではない。私の中でその日何かがガサゴソしていてそれがとっても嫌で私は図書館に出かけることにした。
せないで。始まりはジョン・ヒューズばりのラブロマンスだった。私ったらそりゃもう暑苦しいほどに輝く瞳で、バッと突然の彼の死は私を不幸の似合う悲劇のヒロインに仕立て上げ、大竹しのぶ顔負けの涙涙、ああ涙。ところがどっこい、あいつったらよみがえっちゃって、ストーリーは一転してホラー映画。あわやあわや美少女の運命はって時によ、俺だよ。なんてあいつコメディみたく軽くって、はっきり言って私どんな顔していいか分かんなくなってんだよね。追いかけてたあの子は愛しい。
思ったほどあいつは世間を騒がすこともなく、何気なく社会復帰なんかしちゃって、はあ、私自身あいつがゾンビだってことをすごく小さなことに思えてきた今日この頃。ただ一つ問題は顔、あの顔なんだけど。よう、お待たせ。そういえばあいつ昔からそんなハンサムじゃなかったんだし、ま、いいか。私、本当はあなたにもう一人会わせたい人がいるんだ。誰？誰だよ。言えよ。教えろよ。誰？誰だよ。誰？言ったっていいじゃん。私、結構その人と話するの。不思議と素直になれるんだ。私、あなたの前であんまり正直じゃなかったのかも。それじゃあ正直に言えよ。誰なの、その人。でも怖いの。その人に会うとあなた私のこと嫌いになるかもしれないもん。
誰なんだよ、もう一人会わせたい人って。それは隠された私、もしかして新しい私。私が怖いんです。
もしもし、私です。元気にしてる？私元気だよ。うん、大丈夫大丈夫、元気です。ねえ、今日は天気がいいね。昨日も良かったね。昨日ね、一人で映画見に行ったの。一緒に見たいって言ってたやつ。あなたと私みたいのがね、出てくるの。二人がね、すごいね、仲良くね、こうやってね、手つないでね、こうやって歩いていくの。うん、二人はね、さよならなんて言わないの。とっても優しくってさ、それで方もね、とっても優しいの。ずっと私のことだけ見ててくれるの。ずっとずっとね。守れない約束はしない方がいいよね。なんか言って。泣いてないよ。泣かないよ。泣かないよ。泣かないよ。あ、だって、そう、いつもそうだよね。傷つけないとかさ、傷つけたくないとか、君のこと嫌いじゃないとかってさ、言い人ぶるのやめてよ。結局私のこと趣味じゃなかったってはっきり言ってよ。あなたなんて言ったんだっけな。そうだ、ごめんって、ごめんって言ったの。私なんて答えればよかったのかな。なんて答えればいいのかな。私言いたいこといっぱいあった、いっぱいあったの。ねえ、いっぱいあったの。いっぱいあったのよ、うんと。言えなかったの。あなたがごめんなって、ごめんなって言うから、私そう言うから、1年前駆け出す
室で机に